ボのついてるタントカスタム、シャシー性能をしっかり確かめていきますよ。おお、かなりの高負荷でうねりまくってるところを超えたのに、しっかり踏ん張るねー。というわけで2021年式、ダイハツタントのカスタム RS セレクションに乗っていきます。グレード構成がよくわからなくて、公式サイトのグレード紹介機能に車体番号を入れて調べたぜ。ちなみに FF グレードで、新車価格は190万円です。4WD にしたら202万円ですね。軽のくせに200万円もするのは、電子装備やフレーム代だと考えると良さそうです。なんつったってタントだからな。利便性重視で小物置きが多く、車内スペースも広い。定番だぜ。足踏み式サイドなので、残念ながらブレーキホールドはないです。つけて欲しかったよね。そして無茶をしづらい位置のシートヒーターな。走行中の操作は危ないぜ。この模様のところ、触るとプラスチックだから新鮮ですね。まあ私の試乗動画で目に見えるところはおまけなので、とっとと走り出しちゃいましょう。まず上下方向の車内スペースが凄まじく広いですよね。絶対こんなにいらない。おかげさまで最高クラスの視界性能だ。ペダルに足さえ届けば、小中学生でも無事故で運転できそうだぞ。自動車らしくない運転のしやすさは、タントシリーズ最大の魅力です。運転中はまだ気づいてないけど、このタントにはターボがついてるのよね。ノンターボの方もゆっくり走るならダメってことはないんだけど、やっぱり軽はターボがあると快適よ。まあ乗り方や走行距離次第だと、燃費を含めた維持費でハイブリッドカーに負けかねないがな。タントに限らず言えることだけど、やっぱり高速道路や長距離を多用するなら、軽はおすすめできないですね。このターボタントでもこの後高速に乗るけど、高速域ではさすがに普通車に勝てないです。勝たなくていい定期。街乗りノンターボタントの、死にそうなくらい遅いのがだいぶ改善される。そのためのターボ、というわけで走り出していきなり、流れの速い深夜の琵琶湖畔の道、これまでタントに対してそこはかとなく抱いていた、貧弱なイメージがあんまりないですね。貧弱なイメージというのは、軽いけど薄っぺらい鉄板で構成されたボディが、段差を超えるたびに背の高さのせいであっちこっち揺れる、みたいな動きのことです。このタントカスタムにおいては、そういう動きはほとんどなかったですね。ダフトでもそうだったが、DNGA プラットフォームの賜物だな。頑丈なフレームのおかげで走りが安定している。編集日になんかの不正のニュースが出てきてるけど、運転しててあんまり弱い感じはしないね。以前軽トラに乗った時は、逆走車に正面衝突されたら右足が潰されてなくなりそうだったがな。少なくとも軽ハイトワゴンがもたれがちな、デスボックスみたいなフィーリングはないですね。どうしようかな、ダラダラ流している限り、何も言うことがないよ。というわけでノンターボの軽自動車殺し、上り坂にやってまいりました。速いっていうほどではないけど、あからさまに加速力に余裕があります。ダフトの時なんか、ベタ踏みしても速度すら上がらないレベルだったのにな。あまりにも言うことがなかったので、山間部までやってきました。カメラ配置の都合上でかなり揺れてるように見えるけど、実際は安定してるんですよね。ロールもすぐ収束して安定した姿勢を維持してくれるので、なんなら運転していて楽しいレベルです。ちょっとブレーキテスト。スタッドレスではあるけど、なんか減速 G の立ち上がりが悪いですね。ここ数年で、ダイハツ社の開発体制がなんか変わった？アホみたいにロールしてもおかしくないような車種なのに、割とすぐ抑え込むよね。車両重量は920キロ。前後の軸重差も大きいけど、旋回していっても、前が重くて遅れるような動きも出ない。今度は本気のフルブレーキングテストといこうか。ちょっとハンドルに来るバイブレーションが大きいし、フロントタイヤの踏ん張りが足りないかな。まあスタッドレスだからな。でもこの制動力だと、右車線で車間詰めて、急ブレーキ連鎖に巻き込まれたら止まれないですね。どうせノーウインカーで割り込みレーンチェンジして逃げるんだろ。そういうのは置いておいて、ここを切り返しなしで U ターンできましたな。最小旋回半径 4.7 メートルだな。大体わかったので来た道を戻りますが、ちょっと急ハンドルを切ってみよう。おい大丈夫かよ、今なんか作動したぞ。やっぱりこれ、スタッドレスタイヤとの相性がなんか良くないですね。出てきた年代の割に、タイヤグリップの限界性能がやけに低いんだよな。スタッドレスだからしょうがないにしても、これから乗る高速道路が問題だな。どの道100キロも出さない人しか買わないような車ですからね。これだけ乱暴に振り回しても安定して耐えてくれる走行安定性。これがあれば十分すぎるでしょう。タントの運転動画だとは到底思えないような映像が、ずっと流れてたからな。ここがタント超えても、しっかり耐える。現代車はフレームがちゃんとしてていいよね。ただ初心者さんが乗っても安心安全だし、荷重移動やタイヤグリップを追い込んだ、攻めた走りを練習するのにもいい動き。さて非常に流れが速い深夜の国道に出てきたけど、この安定性ならお荷物にはならないで済みますね。後続車もいないし、もう一回だけブレーキングテストをさせてくれ。まあこれくらい止まれれば問題はないと思います、丸。
今クルーズコントロールの全車追従機能を試していますが、右足を楽させるには十分です。新車価格100万円台の車にも、ただの低速キープじゃなくて、速度調整もしてくれるクルコンがつくのは神。この状況ではどうかな？クルコンおん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 。私が乗ってる17年式のプリウスだと、前に車さえいてくれれば、クルコンが停止保持をできるんですよね。ブレーキホールドと全く同じ機能を使えるという意味だから、そこら辺を試そうとしてるぜ。ブレーキペダルを離して、クリーピング中にクルコンオンボタンを連打。おっと、今ブレーキ踏んでないのに自動で止まりましたね。相手がマニュアル車だと申し訳ないので、そろそろ実験はやめておきましょう。低速域での動作はいつも以上に注意してやる必要があるけど、流れに乗る程度ならペダル操作はいらない。つまり右足が疲れない。これが最高なんですよね。全車追従式のクルコンがついてる車種を中古で買うときは、しっかり確かめましょう。たかだか数万円をケチって、そこら辺が未装備のグレードを選んじゃったらもったいないぞ。どれだけ逆走させたくないんや。言っても無駄だぞ。自分は運転が上手いから逆走しないと思って逆走するんだから。というわけで乗っていきましょう。軽ターボ、ターボ持ちでの高速道路。例によって合流相手はむっちゃ流れの速い深夜の高速です。さすがにターボがあれば安全かな。ステアリングにパワーボタンがついていて、シフトノブには S レンジもあります。加速力にも走行安定性にもそこそこ余裕があるので、合流はそんなに危なくなさそうですね。こういうところの急カーブも、落ち着いた姿勢で踏ん張ってくれますよ。まあフラット路面なら楽勝だわな。問題はここだ。おっとととと、今むっちゃ上下に揺れ動きました。正直ミスりましたね。なんか乗り物の性能に助けられて、危なくならなかった感がありました。というわけで100キロ制限の高速道路ですが、タフトの時ほど命の危険はないですね。トンネルへ向けての上り坂、ちょっと本気で踏んでみましょう。すでに120キロは超えていますが、軽ターボの64馬力、どこまで頑張ってくれるかな。ダメだ、130キロくらいで加速が止まってしまう。64馬力とこの投影面積だから、速度が伸び悩むのは仕方ないな。このシャシー性能でマジで危なくなってくるような速度域には、そもそも到達できないみたいですね。今は大雨で横風も強い中、トラックを追い越しに行こうとしています。軽トールワゴンでやるのは自殺行為です。至って常識的なスピードしか出していないのですが、あんまり安定感がないんですよね。プリウスだったら130から160キロくらいでコーヒー片手に流せるようなボーナス区間なのですが、タントだと110キロ台でもう辛いです。普段なら道が空いてるからどこまでも加速し続けられるのに、乗り物の余力のせいでそれができない。無理は禁物ですね。運転していて100キロ以上出すような人はそもそも買っちゃいけない。というわけで降りていくのですが、この路面怖いなぁ。わだちになってるところに水が溜まって、踏んだ瞬間にハイドロプレーニングで一気に振り落とされそうだな。比較的にはわざとタイヤで踏んで試すべきなんでしょうけど、そんな度胸はありませんでした。シャシーがしっかりしているからと追い込んでしまうと、すぐ危険な領域に入ってしまいます。追い込んだ先で踏ん張れないからこそ、路面状況が変わったら急に不安定になる恐怖。この雨の中でスタッドレスタイヤがどこまで悪さしてるのかわかりませんが、担当は担当の担当域を出られなかったか。あのさぁ。まあ余裕はなかったけど、クルコンとターボを合わせれば、高速道路の移動もだいぶ楽よ。110キロ以上なんか出すからああなったわけで、80キロ台に抑えて巡航していれば、ほぼ問題はないと思います。言い忘れていたことをいくつか言っていきましょう。とりあえずフォグをオンオフしてみます。足元の視界がだいぶ変わるね。そしてコーナリングランプっていうのかな。駐車場内でハンドルを切ると、た方向が照らされる機能付き、オートハイビームまでついてるし、やけに豪華な車になりましたね。ダイハツとタントってこんなのだったっけ。さて深夜の琵琶湖畔を走っていますが、今日はやけに風が強いですね。風が吹くたびに車体が左右へ揺さぶられてしまうので、落ち着かないです。そこそこなストレスが断続的にかかり続けて、長時間乗ってるとやけに疲れやすい感じがするな。そういう車じゃないってことですね。最後に軽く乗り心地の話をすると、片目だけど足がちょっとストロークしてくれるので、ほとんど不満も感想もない感じです。良くも悪くも普通。追い込めば味が出るけど、ゆったり乗ってれば乗りやすく快適。免許取ってすぐ買う一台にも、買い物用の足にも、ご年配の方のアシストにも万能。外国のメーカーがアンダー200万円で、このレベルの車は作れないでしょう。でも高速道路怖いじゃん。お金かけたらいい車ができるに決まってるだろ。いい加減にしろ。価格帯の割にやけに高性能な、100万円台中盤から込み込み200万円級。豊富な支援装備やボディ剛性がもたらす走行安定性は、現代車最大の強みです。なんか不正があったらしいけど、私はどうでもいいですね。今調査報告書の概要を見てきたが、両側のデータが必要なところ、
時間がなくて片側だけしかやってなかった、そういうのばっかりだな。ざっと見た感じそんなに致命的なものもないし、法規制が古い世代の軽に乗るよりは、現代車の方がまだ安全かなと思いました。これで値下がりしてくれるなら、ダイハツ車を買うチャンスだな。このタントのフレームならそこそこの事故には耐えそうですが、まあ軽自動車だからね。不正のニュース知った上で思い返しても、そんなに危ない感じはなかったしな。動画も水になんか書きに来る人が釣れそうなので、美味しい時期に出せたと思います。ではご視聴ありがとうございました。